リオンたけし VS 朝倉未来両選手の入場です。さあ、ファンも注目しているこの試合です。まず朝倉選手、68キロ規約です。はい、朝倉選手、67.95 クリアです。クリアしました。ライジン MMA ルール肘あり5分3ラウンド、まず朝倉選手クリアです。さあ、続きましてリオンたけし選手。はい、リオン選手、67.75 クリアです。クリアしました。それでは両者前に出ていただきまして、正面を向いての写真撮影です。ファイティングポーズお願いします。朝倉海選手とともにお兄さんのミクル選手も登場です。兄弟で出場します。平成最後のやれんのか。相手はリオン・タケシ選手、このライジン待望の選手でもあります。待っていたファンも多いでしょう。この二人が対決を明日迎えます。握手は必要ありません。明日ゴングを迎えます。皆さん、減量クリアの瞬間、もう少し拍手をお願いいたします。さあ、続きまして、第7試合です。